3月の26日、一旦外出たんですけども、一応路面乾くところまでは雨は止んでたんですけど、また雨になりましたね。で、太陽に関しては外出てから、だいぶ見えるようにはなったんです。で、これね、前日大越さんが絶対合わすって言ったのと、あと、他、気象アナウンサーの人が絶対合わすって言ってたでしょ？もうこれ、もう状況的になんとなくもう分かるでしょう。これ何回させるのっていうことで、あの世の人たちからしたらもう素直に家行きなさいの方ですよ。佳子様にしても他の人にしても、国会議員の人たちとか、気温上げるんだったら行政からの支払いだから、だから裁判所とかも去年裁判すんなり通して、で行政からお金支払ってあげたらよかった。もう結局お金の手元なんか雇用助成金とかがそうだから。年齢で、基本給を設定して、で、まあ、仕事の成果に合わせて昇給っていう形で算定して、あとは労働時間どうするのか、でそのお金をさっさと支払っていれば、多分去年の夏前に訴状を提出してたでしょう、春過ぎぐらいに。で冬ぐらいで支払いほとんど終わってたんじゃないですかね。だからそれ考えたらやっぱりもう結果的にこうなりますね。一応以前の地点までは歩いては見ますけども、もうなんとなく現れる気配はないなと。だから大越アナウンサーに関しても誰に合わすなんか一言も言ってないでしょ。で誰から聞こえてきた声なのか、だから誰かから聞こえてきた声で今度こそ合わすっていう声は誰から聞こえてきた声なのか、でまああとインスタグラムに関しても佳子様のところをフォローするような形で登録したのかな、一応それしておきましたけども、まあ意味がないあるのかないのか、僕もインスタグラムに関して使い方よくわからないんですよ。春山整骨院とかの連中の知ることをいち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 記録しなきゃならないから。で、あの辺の物流センターの工事はもう2年ぐらいああいう風な工事ずっとしっぱなし、隣に物流センターがあるのに、人口はずっと減っていってるのに、その物流センターで綺麗な建物は1階2階建て直してるところありますよ。1階2階というこれいうよりも、あの何箇所かですね。でまあまあ今の状況だったら百発百中で何も物事進まない、その合わせっていう言葉のフェイクで余計にまだ気温どうでしたっけ、先々の気温どうなってましたっけ、もう3月下旬でもうすぐ4月ですよ。もうテレビ局の人間のその確証もないのにもう身勝手なこと言うのやめさせなきゃない。それどこの誰が何時にどこへ行くんですかって、ちゃんと青江さんの家行くんですかってそれ聞かないと、コンピューターから聞こえてきた内容をただただ言うだけ、そんなことしても意味ないから。コンピューターは神様になれなかったらなれないって言ってるの、永遠になれない、人間の方が上、創造主の方が上、天の神様が作ったのが人間、その人間が作ったのがコンピューター、この順序は変えられない。一応この地点までは来た時は雨はまだ降ってない、いや小降りにはなってるけども、
一応誰かいるかどうかは見てみますけども、運転席もうお手上げ、特に誰も見当たらない。もう引き返していいでしょう。まあ放っといても5分経過すると思います。この方から歩きましたけども、何百メートルも行ったからで、今日出てきたのは理髪店って言ったらいいのかな、散髪屋さんって言ったらいいんですかね、バクっていうところからちょっとだけ何か見たことあるなと思ったんですけども、まあもう当人かどうかわからないんですよ。黒いジャンパーを着た男の人で、杉村太蔵さんですかね、わからない、はっきり言って。だいぶ前のテレビの VTR を回してるのが、はっきり言って、全然わからないです。どこの誰か。まあまあ、他にもなんか違う名前とかで、なんか俳優とかしてました。そしたら余計わかんない。顔も変わったりしてるから。まあ、こちらの時計では、こういった時刻です。まあ、さっき歩いて帰ってきたところです。まあ、これも路面見てもらったらわかるでしょう。まあ、幼稚、4時ぐらいに家出て、で、以前の地点まで行って帰ってきたところです。まあ、成人様の声で分かったっていう声が聞こえてきてるんですけども、まあ、ちょっと笑い声みたいな形で。だからそれを言わすことによって顔を僕から取れるみたいですね。だから、皇室利用をしてるのは科学業界だったっていうことですよ。